2005年4月16日長谷川穂積が新たな時代を切り開いた。ヘラルド・マルチネスを迎えた長谷川の初防衛戦。左からマルチネスが完全にキャンバスに倒れ込んだ。折り返しのラウンド、まあ、7ラウンドに入っていくわけなんですけれども、はい、ナイス左のストレート、ね、さあ、あとは試合が止まるのを期待したい。マルチネスが来た。上下打ち上げれば、マルチネスが来た。ものすごい競争だ。打ち合う、長谷川打ち合う。マルチネスも来た。左止まった。だが、初防衛に成功した長谷川の前に再びあの男が立ちはだかる。かつてボクシング界に君臨したウィラポンとチャンピオン長谷川が再戦。さあ、長谷川出る、長谷川出る、左のダブルだ。ナイス、長谷川穂積が地元での凱旋試合、2度目のタイトル防衛戦もいよいよ終盤、残すところあと4ラウンド、第9ラウンドを迎えています。ワンパンチ、ワンパンチ、カウンターで決まった。ウィラポンが倒れた、ウィラポンが倒れた、ジェフリーが止めた。第9ラウンド、鮮やか、長谷川穂積、ワンパンチノックアウト、見事なワンパンチ KO。 今のタイミングはバッチリだね。なんというパンチ、長谷川2度目のタイトル防衛に成功しました。鮮烈な右フックでウィラポンをマットに沈めた長谷川、それは長谷川時代が到来した瞬間だった。だがこの後、世界の強豪が長谷川に牙を剥く。WBC 世界ランク1位のヘナロ・ガルシアを迎えた長谷川、3度目の防衛戦。ヘナロ・ガルシアは自分はパワーがある機関車、長谷川を乗り物に例えてスピードのある F1 と例えました。そのスピードを機関車が、左のアッパー、左のアッパー、一発、長谷川左のアッパー一発、ダウンです。尻餅をつきました挑戦者。残り10秒を切りました。第4ラウンド、左のアッパー一発でダウン、尻餅だ。さあどうだ、時間はありません。第4ラウンド終了、ダウンを奪いましたチャンピオンの長谷川。相手を見ていますチャンピオンの長谷川。第8ラウンド残り45秒になります。今バッティング、バッティング、ああちょっと切れましたね。今バッティングですね、今のは。これは偶然のバッティング。鈴木さん、今の減点は両者に対して減点ということです。両者に対して減点。また膝をつきました。ヘナロ・ガルシア、第8ラウンド終盤です。チャンピオンのパンチが炸裂しました。まだ残りは1分があります。最終ラウンド、足を使う長谷川、前へ出るヘナロ・ガルシア。長谷川、まあ避けるうまさ見せようというところもあるかもしれないですけどね。
まるで闘牛士マタドールのようです。長谷川場内が沸きます。あーっと左のグリーン、左のフックを伸ばして右のフック、さあロープに詰められた、さあ長谷川打つぞ、長谷川剣を割るか、残り10秒だ、さあどうだ、連打だ、連打、チャンピオン挑戦者すごい連打だ。今最終ラウンドゴングを聞きました。試合は判定です。勝者 WBC 世界バンタム級チャンピオン長谷川穂積。チャンピオン長谷川穂積3度目の防衛に成功です。ビラポン、ガルシア続けて1位の挑戦者を撃破しました。世界屈指のテクニシャンシンピュエ・ベチェカとの4度目の防衛戦。ここにある。ああ聞いた聞いた聞いた。チャンピオンチャンス、チャンピオンチャンス。思いっきり入っていけば大丈夫だよね。さあ残り10秒。ダリュー、ダリュー、渾身の力を振り絞る。さあ最後の力を振り絞る。さあ長谷川、長谷川。勝者 WBC 世界バンタム級チャンピオン長谷川穂積。チャンピオン長谷川穂積判定で4度目の防衛に成功。そしてファイティング原田を超えるバンタム級新記録、5度目の防衛に臨む。ファイティング原田を超えるバンタム級新記録、5度目の防衛を目指す長谷川。相手はまたもや世界一位イタリアのシモーネ・マルドロット。まあ、今も2ラウンド目、スイッチしたところで長谷川チャンピオン、あーっとそのクーチャンピオン左のクー。いいですね、この距離を合わせるのに時間がかかるんですけども、あーっともうカットしましたね。それが心配なんですよ、はい、一番傷が。第2ラウンドチャンピオンの長谷川が右の眉のあたりをカットして出血しました。もう少しスピードの、ジャブ、あーっと当たり、今左のフック、その中で今みたいなパンチ、はい、を打つと、あーっと打ち合いだ、左のストレート入った、グラッときた、グラッときた、効いたぞ効いたぞ。さあチャンピオン、チャンピオンラッシュ、 KO 防衛すれば1年10ヶ月ぶりだ。さあどうだ、チャンピオン残り10秒切りました。左チャンピオン左右左右、最後の力を振り絞る、試合終了。最後の最後まで打ち合いました。チャンピオン長谷川穂積。チャンピオン長谷川穂積打ち合って5度目の防衛に成功。バンタム級新記録を達成した長谷川はさらなる偉業、世界5大陸制覇を目指す。